こんにちは、速稼塾の久保です。YouTube をビジネスに活用してみようかな、YouTube で稼いでみようかなと思うと、必ず直面するのが、再生数とかチャンネル登録者数の問題ですよね。で、私は昨年、今ぐらいの時期、チャンネル登録者数はまだ1万人いってなかったんですよ。9000人ぐらいだったと思います。で、今、1万3000数百人ということなんで、この1年でね、4000人増えてるってことなんですよね。これは何もですね、チャンネル登録者数が増えれば増えるほど、さらに増えやすくなっているという仕組みではないんですよ。私がやってるのってのは、例えばね、0人から1000人にする間にやったことと、未だに同じことをやってます。まあ、ですんでね、今度はね、YouTube の解説をしっかりとしていこうかと思うんですよね。まあ、ですんで、YouTube でしっかりと稼いでいきたいとか、ビジネスに活用してみたいとか、自分のことをもっともっとね、表現していきたいっていう方は、まあ、見ていただければなと思います。それではね、次回あたりから YouTube の年末講座を始めていこうと思いますんで、12月はここからね、YouTube をしっかりとやっていきましょう。もちろんね、YouTube にご興味のない方は、ちょっとね、スルーしていただくということになるかもしれませんけども、少しでもね、YouTube がすごいな、いいな、自分も毎日見てるなと思う方は、やっぱりね、自分でも発信して、そこからね、収益を得ていったりとか、自由な時間を作ったりとかしてみてはどうかなと思います。YouTube は収益と時間、これがね、同時に作れる最高のプラットフォームだと思います。それでは次回お楽しみに。